この日、小学生による練習試合が行われました。広島コレクターズジュニアチームには園児から小学生まで20人が所属しています。来月の全国大会に出場する中四国の選抜メンバーに高学年の部3人、低学年の部3人、チームから初めて6人が選ばれました。すごい楽しい。はい、楽しいです。6年半やってます。高学年の部の選抜メンバー、大本和親選手、小学5年生です。ずっと目標で代表になるって去年から決めてたので、まあ意気込みは、まあ中四国選抜でも全国大会点も決めれるようにしたいです。キーパーは荒川陽太郎選手。負けず嫌いというか、その最後まで粘るから、そういうところがなんか選ばれたのかなみたいなところは。キャプテンは重岡アレクサンドル選手、小学6年生です。僕の得意技です。シュートとか、なんか遠くからシュートをするしたら、なんかこうやって振りかぶってシュートしたりする。アイスホッケーは1チーム6人でパックを相手ゴールに入れると得点になります。スケートでスピードが出て接触も激しいため、氷上の格闘技と呼ばれています。いけ。試合ともなると大人顔負けの激しさ、保護者の応援にも力が入ります。ハラハラします。スケートをしながらこうサッカーをしてるみたいな、すごくこう器用なスポーツだし、頭を使うスポーツなので、持ってけ。怪我とか心配なこともありますけど、やっぱり難しいことが多いだけに、できたことの喜びだったりとか、それは親としてはすごく見てて嬉しいなと思います。アレクサンドル君はディフェンスながらロングシュートを決めます。キーパーの荒川君は好セーブを連発。ポイントゲッター大本君は4得点挙げました。監督からも檄が飛びます。自分がパックを取る前に周りを見て、で取ったらどんなプレーできるかイメージすると、ね、ドリブルできるのか方がいいのか、味方にパスでもいいのか。低学年の部の選抜メンバーも頑張りました。代表で選ばれたから、選ばれてない人でも頑張りたい。もうちょっとパックに味方をしたい。会議始め、走るのが少し多かった。全国大会選ばれたけど、どうだろう。嬉しい。平日夕方、大きな荷物を持って子どもたちが集まってきます。週2回、こちらのアリーナで練習しています。こちらで使っているのが、このパックといわれるものなんですが、これ、強化ゴムでできているので、かなり硬いです。硬式野球のボールぐらい硬いです。硬いパックから身を守るため、選手は防具を身につけます。すごい荷物だね。はい、これ全部防具。上半身下半身ともがっちりガードします。それつけてると、でもさ、動きにくくない？いや、大丈夫です。大丈夫なの？関節とかはあんまり防具がくっついてなくて。すごいね、やっぱ体が大きく見えるね。かっこいい。ありがとうございます。私服からアイスホッケー選手に変身です。キーパーはですね、相手のシュートをもう全身を使って止めるため、すべてに防具をつけているんですね。あ、キーパーいました。準備中。
すごくないですか。足、これキーパーの装備なの？はい。シュートは時速100キロ近くになるそうです。たまに怖い時は。怖いけど止めに行く？はい。それはなんで？え、仕事だから。そらそうか。すごいね、体多分3割増しぐらいになってるんじゃない？はい。小学校の制服からまさに機動戦士ガンダム。キーパーのコツは自分の体を大きく見せて相手にプレッシャーを与えるんだそうです。この姿を見て納得ですね。私も防具をつけてアイスホッケーに初挑戦です。いや、みんな動きやすいって言ってたんですけど、かなりやっぱ初めてつけると動きにくいです。スイスイ動いてるみんなが本当にすごいなって思います。そして今回ですね、アイスホッケー教えてもらうのがひなのちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の師匠役は代表メンバーにも選ばれた小田ひなの選手。アイスホッケーを始めて2年だそうです。よいしょ。まずはパス練習です。お足元がやっぱり氷なので本当にフラフラです。すごいね、ひなのちゃん、どっしり構えて踏ん張れないんですよ。ほっ、あ、続いてシュートを見せてもらいます。お願いします。おー、すごい、速い。うわ、うわー、かっこいい。すごいね。私もチャレンジしたのですが、ちょっと待って、ほっ、ほっ、ほっ、えい、あー改めて子供たちの技術にびっくりです。広島コレクターズアイスホッケークラブは今年で創立50年を迎えます。1989年に国体で8位入賞するなど強豪チームでした。しかし西白島にあった広島アリーナが2003年に閉鎖されると通年で練習できるリンクがなくなってしまいます。現在県内で屋内リンクは1カ所で、時期も冬場の半年に限られます。有望選手を育てるには周りのバックアップが必要です。広島は通年リンクがないので、半年間でどれだけみんながチームワークを作れるかっていうのがやっぱり一番難しいところかなと思うのと、あとやっぱり働いてらっしゃるお母さんとかお父さんだと送迎が大変なので、やっぱりそこで諦めちゃう方もいらっしゃいますね。代表6人を送り込む越本監督も子どもたちの成長に期待しています。せっかくなんでもっともっと広い世界を見てきてほしいなと思います。本当の本場のホッケーだ、こんな個人で一人で頑張るようなことは絶対通用しない世界なので、それを早く気がついて、で、そのプレーを広めてほしいなと思います。チームから朗報が届きました。今月松山市で開かれた中四国大会で10年ぶりに優勝しました。すごいスピードかかってかっこよかったですね。でもお話もありましたけど、広島通年リンクがないん で、ね、冬場の半年で、その中でも一般の利用やフィギュアなどがあるので、週2回夕方5時から6時45分までの練習時間も短いんですよね。その分やっぱり児童たちは練習にすごい集中して臨んでるということなんですね。かなり最初からこうハンディキャップというかね、すごい練習時間が短いという制約の中で、でも中四国で優勝というところがすごいですよね。防具を着てない時の運んでる時の大荷物自分の2倍ぐらいありましたよ本当に思いながら、でも防具をつけて1回防具の氷の上に立つとシュ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 って本当にかっこよかったですね。キーパーも100キロのパックが飛んでくるけど仕事だからかっこよかったプロ意識が素晴らしいです、はい、さあ、スケジュールなんですが、全国大会はですね、高学年が来月26日から29日まで軽井沢で、そして低学年が23日から24日まで横浜で開催されます。頑張ってほしいですね。以上、深掘りニュースディグでした。